後でご飯を食べに行こうぜ。それからノア、どこから出てきたんだよ。見ての通りここに座って推理していただけだが、ずっと姿が見えないと思ってたら急にここで考え込んでるなんておかしすぎるだろう。おい、なんで無視するんだよ。聞く前に頭を使っていなかったようだから考える時間をやってるんだ。お前なーもう頭きたぞ。絶対に変なあだ名をつけてやる。こいつこれといった特徴がないからつけるのが難しいんだよな。君たちは最初から最後まで俺が村から離れたなどとは聞いていないだろう。ならばおのずと村で調査をしていたのがわからないか。話を戻そう。君たちはR村を離れて調査を続けたいと思っている。おう、ここにいてもこれ以上手がかりはなさそうだし。なんでまた黙り込むんだよ。いや、君たちのもう一人の同行者に驚いたんだ。アルハイゼン、R村に来てから何の役にも立たなかったお前が俺たちの行動を疑うのか。そうだそうだ、これが冷やかしってやつか。君たちが調査をしている間に俺も自分の仕事を終わらせていた。本当か？信じられないぜ。正直言って俺たちは一つの団体とは言えない。故に俺の行動を君たちに伝える義務はないはずだ。さらに別れて動いたおかげで君たちが見逃した重要な手がかりを。え？村に手がかりがあったのか？そうだ。どんな内容なんだ？これからある人に会わせに行く。だがその前に相手の立場について理解してもらう必要がある。立場？R村の人々は俺たちが今やっていることをどのように感じていると思う？言葉を変えよう。君たちが調査で得た情報は果たしてすべ、それって隠蔽イコール欺瞞というキャンディスの言っていた通り、 R 村の人々はスメールが誰によって掌握されるかなど気にしてはいない。皆自らの災難の中に生きているんだ。気づいてくれたようで何を。君と話をした者の中に情報を意図的に隠した者がいる。なぜなら安定した暮らしを送りたい者にとって。わあ、なんて迫力のある目力。あなたとっても喧嘩が強い系の人でしょう。話をそらすな。彼女はセノの身分と武力に恐れを抱いているように見えた。そうだったね。わざと言い換えたのは村にスカーレットキングの忠実な支持者がいることを知っているからだ。最後にあの人たちを見たのは覚えているか？でもあの人たちのことは結構好きだよ。これについてはすでに村長に確認を取っているんだが。でもどうして嘘なんかつく必要があるんだ？外部から来た者と関われば。待て、俺は行かない。今の話からすると彼女は俺を恐れているようだ。任せとけ。シャニさん、前に言っていた通り助っ人を連れてきた。アルハイゼンさん、あなたの立場はもう分かったよ。どういう意味だ？直接聞けば答えが返ってくるはずだ。さあ彼女の信頼を勝ち取ってくれ。そんなに簡単に行くもんかよ。ね、旅人さんって呼んでもいい？旅人さん、こんにちは。一つ質問してもいいかな？あなたはスカーレットキングの復活がスメールに転機をもたらすと思う？どうして？あなたの意見はキャンディスさんとすごく似てるね。昔だったらこんな質問は怖くてとてもできなかったと思うよ。旅人さん、あなたはスメールでの私たちの生活が良くなると思う？そうだな。でもオイラたちはいろんな場所でいろんな人にたくさん会って守ろうと決めた者のために戦ってきたんだ。スメールにだってオイラたちの友達はいるんだぜ。
たたちの話を信じようと思う。ごめんね、尋問みたいな言い方しちゃって。アルハイゼンもお前に事情があるって言ってたし。本当のことを言うと、私実は砂漠の民とそうじゃない人とのハーフなの。創神を信じる人もいれば、スカーレットキングを信じる人もいる。そういえば過激派のやつら、裏切り者が嫌いだって言ってたよな。そうだよ。血統と信仰は時にとても窮屈な概念になる。それが積み重なって、やがて私は何も言わないようになった。でもその後、不幸な出来事が起こった。彼女たちになら告げても構わないだろう。分かった。じゃあアルハイゼンさんに伝えたこと、あなたたちにも言うね。実は私の耳は普通の人よりも良くて、時々夜に変な鳴き声を聞いたりするんだ。うえ、お化けか。それもあるかも。私にもよくわからないけど、前は鳴き声がすごくて頻度も多かったけど。それについては村の宿直にも確認した。だがここは砂漠だ。この近くで思い当たる場所はないけど、実は村からそう遠くない場所に病院があるの。あそこではマリン病の治療を行っていたようだ。おう、今すぐ出発だ。はあ、思ったより平気だったな。めちゃくちゃ強い盗賊とか、家よりもでっかい敵が空から降ってくる。あいつ真面目だな。うん、オイラたちも負けちゃいられないぜ。これか。入って確かめよう。おーい、アルハイゼン、ここには何もなかったぞ。急ぐ必要はない。シャには夜に鳴き声を聞いたと言っていた。それまで少しばかり休む。こいつは当たり前のように座り込んだぞ。本まで開き始めた。何読んでるんだ。オイラにも見せてくれよ。いいだろう。あるべき場所と強制運動に相対する自然運動。どうしてそうぎこちなく読む。オイラ諦めたぜ。ゆっくり読んでくれ。じゃあな。あいつって本当に余裕なんだな。こんなところであんな難しい本を読み始めるなんて。オイラが学んでお前に何の得があるんだよ。いつからお前は勉強を頑なに進めるひどい大人になったんだ。ねえ、なんでそうなるんだよ。確かに。じゃあありがとな。ずっと頑張って働いてお金を稼いでオイラを養ってきてくれた。ねえ、その本当にありがとう。おいら寝ちゃいそうだぞ。何の音だ。来たか。あちらの方向からだ。音の出所はここなのか。でも何もないみたいだぞ。下だ。でも下には行けないぞ。どうやら仕掛けがあるようだな。
やはり建物に隠された構造があった。うわぁ、病院の下にもう一個病院が隠されてたみたいだな。まだ他にも解いてない仕掛けがあるみたいだから。あ、見ろ、あっちに人がいるぞ。そうだな、ゆっくり行こうぜ。君は、うん、全く喋れないみたいだぞ。あたりにはこいつしかいないのか。まさかこんなところで会えるとはな。知ってるのか。この人の名はラザック。俺の教令院での先輩だよ。こいつも学者だったのか。いや、そこが問題なんだ。ラザックは他の学者とは違い、一度も森で修行なんかしたことがないはずだ。原因はともかく、こいつが一人でここに現れたということは、俺たちは一歩遅かったということ。相手はすでに人員を撤退させたらしい。ラザックについてはおそらく何らかの理由でここに残されたか、地面に引きずった痕跡があるな。門に近い場所ほど水。もしかして乗ってたのって人か。その可能性は否定できない。追いつかれることを恐れ急いで離れたのか。ラザックが置き去りにされていることにも完全に噛み合った。あ、それってどういう意味だ。以前オルモス港で見たことを思い出すといい。この状態になった人間をどこかで見たと思わないか。そう言われてみると反応が全く同じだぞ。そうだ、教令員こそ全ての黒幕。奴らの行動ロジックを推測するのも、当初教令員はスカーレットキング復活の偽情報を流し、このことは各地の過激派への刺激となった。奴らがこのデマを流した理由、その一つはできる限り多くの過激派を動員するため。スカーレットキングが没してから多くの年月が経った今、そしてこれらの感情的な人々を利用することは暴れ馬を野に放つことと同じ。たとえ事故が起きても罪に問われるのはスカーレットキングの信徒のみ。表面上はただの信仰問題が引き起こした問題であり、誰も教令員がやったなどとは思わない。そうだったのか。でももう一つ大きな疑問があるんだ。この過程において変化しているものがある。学者の身分だ。最初は学者、次に教者、さらには追放者となり、最後は追放された教学者は人間であることに変わりないが、特定の人物を見つけられない場合。資源？あいつらに何か使い道があるのか？一つの可能性として。え、あれって人の脳みそから抽出したものだったのか。スメール教令員の技術なら可能だ。もしかするとこれが原因で彼らは苦痛を感じ。人の脳みそ、俺はこれでも教令員の書記官だ。そういった研究プロジェクトにも立ち会ったことがある。とにかくラザックの症状は神の缶詰知識を抽出する過程で、または彼自身が好奇心に駆られてあれらの知識を使ったかだ。オイラ分からなくなってきた。どんなやつの脳みそでもいいのか。その表情からして思いついたようだな。いかにも一部の学者にとって神の知識に触れることは生涯の目標だ。俺が知りたいのは神に関する知識が一体何をもたらすのかだ。教令員がいかなる代償を払ってでも追い求めようとしている。俺も神の缶詰知識の内容分析にはかなりの労力を費やしたが、大きな収穫は得られなかった。アルハイゼン、お前はその
金器を手に入れたいとは思わないのか？学者なら誰でも知識の限界を追求しようとするのは当然。人を命なき者のように扱い、知識を搾取する。お前はこのことにすごく反対してるみたいだな。当然だ。これは俺の規則に対する認知に反している。学術、知識、その全てには境界線がある。これは本にある誤字と同じで、正さなければならないことだ。待てよ、お前はあの人たちがかわいそうだから助けるんじゃないのか？悪いが、それほど俺は暇じゃない。かわいそうな人間ならスメールには5万といる。ましてやテイワット規模で考えればそれはさらに増え。それは無理だな。そう思ってくれていい。簡潔に言えば、俺は力や英雄主義を盲信していない。神の缶詰知識は確かに俺が徹底的に調べたい問題だ。だからといって見ず知らずの者の利益のために行動するつもりもない。さっきから言いたかったんだけど、教練員にいっぱいいる悪い奴らとお前は違うぞ。そうかもしれないな。だが人と違っているというこの感覚は、特別であることもある種の財産だと思わないか？なんだかすごく前向きなんだな。ただ俺の気質が彼女よりも優れていただけだ。お前が気にする必要はない。ここに残せばそれこそ行く先は死のみだ。まずはアール村に戻り。ただいま。お疲れ様です。お水をどうぞ。状況は？あら、この方は。残念だが、こいつはイザークの祖父には若すぎるな。だが俺たちが探していた対象の一人だ。つまりあの放棄されたマリン病の病院は、かつて教練員が神の缶詰知識抽出のために使っていた拠点。大体そういうことだな。この計画は俺たちがアール村へ来る前にすでにあったものだろう。何せ神の、それなのに俺たちがアール村に近づいた途端、奴らはまるで俺たちの接近を知っていたかのように撤退した。確かに。こういう状況の時は大体あれがいるものです。内通者。我々の中の誰かが相手と連絡を取っていた可能性があります。え、オイラたちの関係ってそんな上辺だけのものだったのかよ。どうやら君たちはまだ問題に気づかないらしい。セノ、彼らが俺たちの行動を予測できたのは君がいたからだ。おい、それってどういう意味だ？発言には気をつけろ。さもなければ容赦しない。合理的な推測に過ぎない。俺にはその理由がある。つまりセノさんが内通者であると。面白いですね。私はあなたが一番怪しいと思っていましたよ。何せいつも単独行動をされていましたから。その見方も一理あるが、さっき病院から戻る途中あることを思い出したんだ。それはセノが俺たちと違うという点だ。何が言いたいんだ？君は自分が何者か忘れたのか、大マハマトラ。君は教練員のマハマトラで、いつも多くの情報を握っていた。言い換えれば、教練員はずっと君に特殊な情報ルートを提供していたんだろう。奴らのこれまでのやり方から見て、君を警戒しないとでも思うか？凶悪な狼を飼うときは、おのずと噛まれない方法も掌握するものだ。教練員は、俺の行動を監視していたのか？それほど簡単な話じゃない。教練員は、スメールの全てを監視している。一定の期間ごとに、人々は、
ジュニアーナガルバの日を迎える。ある時、俺は捜査隊で分厚いノートを見つけた。つまり、教練員は、俺の情報をアーカー社に入れていたのか。だが、そんなことをして何の意味がある？アーカー社は演算ができる。アーカー社の演算能力をもってすれば、入力されたデータをもとに、君の行動を完全に予測できる。俺の行動が、予測されていた。教練員はとっくの昔から君を警戒していたんだよ。まあ、君が教練員を辞職したところを見ると、奴らの判断もあながち間違いではなかったと言える。そうだったのですね。まっすぐに規則を貫くセノさんは、彼らにとっては、かえって目の上の単行部だったということですか。彼らには、強固な意志も忠実な信仰心も無用なのでしょう。臨機応変に、ただ利益を追い求める。セノさん、あまりお気になさらず。これは逆に、あなたが信頼に値する仲間であることの証明になりました。俺のせいで、奴らは事前に撤退準備ができた。そんなに自分を責めるなよ。こんなことがわかる奴なんていないって。いや、わかった。こうなれば、奴らの向かった場所にも、想像がつく。お、立ち直りが早いじゃないか。安全地帯は、常に危険と危険の間に隠されているものだ。そうか、オイラもわかったぞ。あいつらがセノを避けたいんなら、一番安全な場所は、だな。奴らからすれば、俺の行動ルートとは逆の方向に逃げればいいだけだ。すぐに出よう。俺もまだ調査しなければならないことがある。みんな一緒に行こうぜ。あいつらを追うんだ。待って、俺も行く。イザーク、あなたも行くの？おじいちゃんを探し出すんだ。大丈夫。皆さん、どうかイザークのことをよろしくお願いいたします。よし、じゃあ行こうぜ。でも、なんか一人足りないような。今からどこに向かえばいいんだ？ああ、村を離れてからは砂漠を通り抜けて先へ進んでいた。ここに何かある。これは埋もれている。どうやら体力仕事をする必要がありそうだ。ずっとここまで走ってきたのも体力仕事だと思うんだけど。なあ、ごめん。それで掘り返すのか？この破片は教練員が開発した装置で、グラマパラは一人ではない。彼らを移送していた一行はここを通った。別れて捜索しよう。ここにはまだ何かあるはずだ。これか？なんだか不気味だな。これこそ神の缶詰知識の抽出に使う装置だ。装置が砂の中に。普通じゃないな。おそらく襲撃にあったんだろう。おじいちゃん、どうか無事で。心配するな。おじいちゃんはきっと無事だ。廃病院に残っていたラザックが、脱水症状や栄養失調になっている様子はなかった。まだ追いつけるはずだ。それから、この襲撃は、砂嵐の前に起きたのだと思う。その証拠に、装置が完全に砂に埋もれている。引き続き追うぞ。まだそう遠くへは行ってないはずだ。これ以上近づくな。気づかれる。リシアとエルマイト旅団か。面白い。何を話しているのか聞いておこう。もっと早くに教えてくれたら、私たちだって。お前は仲間だ。俺たちは決して欺きはしない。学者、私の方が詳しい。分かってるさ、バディ。どうして？ティシアお姉ちゃん、ティシアお姉ちゃん。おいバカ、何やってるんだよ。ん？
おじいちゃんを連れ戻してくれるって言ってたじゃないか。なのになんでこいつらとグルになってるんだよ。来るのが早かったな。ああ面倒になってきたな。アール村を裏切ったのか。これはこれはかの有名なマハマトラさんじゃないか。でしや、こいつらと組より俺の仲間になった方がいいぜ。私がそんな言葉で撃たれるような人間じゃないって知ってるだろ。どういうことなんだよ、ディシア。お前は一体どっちの味方なんだ。あんたバカか。まあいい、誰の味方だろうがスカーレットキング様を呼び覚ます異形の妨げにはならんさ。目を覚ませ。そんなことが起きないってのは私以上に知ってるはずだろ、ラフマン。俺は砂漠の民、スカーレットキング様の支持者だ。この両手を血に染めようが。なあ、今からでも遅くない。あいつらを解放するんだ。分かってないな、愛しきレディよ。信仰の追求は我々の生涯の望みだ。そのせいで教令員に目をつけられてもいいのか。これを理由にあんたが今まで一生懸命築き上げてきた。いい、俺たちはずっとこの日を待ってたんだ。太陽も月も輝きを失い、あいつら学者がいれば形勢逆転さ。甘すぎる。あんたらの勢力だけでスメール全土を掌握してる教令員に立ち向かえるわけがないだろ。私の話が信じられないならそこの二人に聞いてみな。所詮ご主人様に付き従う犬っころだろ。卑劣な裏切り者が。お前らの神はスカーレットキング様を裏切り道義を売り渡した。すごい敵意だな。どうやらこの学者たちだけで教令員と交渉できるとでも。こいつらでは交渉材料にはならないよ。だが俺がしぶしぶ人質になってやれないこともない。教令員の捨て駒であるあいつらに対し俺は教令員の現書記官。おいおい、マジかよ。おい、人質交換をしたいというのか。そうだ、まだ賢明な判断ができるなら。何考えてるんだよ。もしあいつらがお前を殺しちゃったらどうするんだ。うん、それも運というものだろう。それに俺もこの機会に彼が手にしている学者たちに接触し。そんな曖昧な自信で俺を説得できるとでも。これは説得じゃない。ただこのやり方で君たち反抗勢力に加わろうとしているだけだ。現所機関が何のために教令員を裏切る。砂漠で生きる者は何も全員がスカーレットキングを信仰しているわけじゃないだろう。さも知った風な口を聞くな。教令院にいる者は全て、いや防災壁の向こうの人間は全てこうだ。待て、アルハイゼン、あんたは今の言葉に責任を持てるか。俺は価値のない保証などしない。じゃあこの選択が危険なことも知ってる。そうだ。よし、ラフマン、私の話を聞いてくれ。実はこいつらは私の友達なんだ。送信の民は信用できなくとも。昔からの知り合いだ。私はこの右腕を担保にしても構わない。根性を見せろ、ラフマン。教令員と敵対する以上覚悟も決まってるはずだ。狩猟の獅子の腕だと面白い。だがお前が約束を破ったらどうなる。ディシア、俺たち傭兵は皆頭がいいぞ。頭の、確かにその通りだ。だが今は違う。私にはやらなきゃいけないことがある。ふん。ならば俺の言う通りにしろ。右腕を残し、お、ダメだぞ。こんなの交渉じゃなくてただの意地悪じゃないか。構わない。お前までおかしく
命を救う方がよほど大事なことだ。この腕一本でたくさんの命が救えるなら。いいだろう。おい、こいつの右腕をカットして持ってこい。やめて、リシア、どうするんだよ。早く方法を考えろって。そこまでする必要はない。それはあんたたちの決めることじゃない。やれ。リシア、逃げろ。ストップだ。どうした、なぜ止める。狩猟の獅子も砂漠の民だ。お前の腕をカットすることは俺自身の指を断ち切ることと同じ。お前の決心はしかと見届けた。いいだろう。お前の友人を連れて明日の昼砂漠まで会いに来い。やっぱり最後にはやめてくれたか。よかったぜ。ディシアお姉ちゃん、お前おかしいんじゃないのか。ん、それなら左手で武器を握ればいいだろう。悪い、こんな状況だし一踏ん張りしないとって思ってな。次はそのような保証をしなくともいい。俺ならあいつらを全員片付けられる。最悪の状況になってもお前が負けることはないだろう。あんたの言葉は信じるよ。だがセノ、これは私一人だけのことじゃない。たとえ一人の過激派を片付けようが、他の同類が現れる。奴らを殺したって何の解決にもならないんだ。お前のしたいようにすればいい。あのね、裏切り者だなんて疑っちゃってごめんね。いいんだ。あんたのおじいちゃんを助けるって約束したからには。これほど過激な性格だとは。学術研究に向いているな。は？本気で言ってんのか？エルマイト旅団の奴らも俺を狂人だと言ったことがある。もしかすると狂人こそ学術において成功を収められるのかもし。なんだか私を褒めてるように見せかけてただ自慢してるだけのような。ま、突っ立ってないで村に戻ろうぜ。おはよう、みんなついてるな。揃ったみたいだな。けどイザーク、本当に一緒に来るのか。遠くから見るだけだから。ディシアお姉ちゃん。わかった。待ってください、ディシア。どうした。昨日無茶な行為をしたと聞きました。今日はそういうのは一切なしです。わかりましたか。俺たちよりも早く着くとはな。オイラが5分二度寝したせいかな。準備はできたか。抜かりない。だが君たちの連れている人々は予想よりも少ないな。連れてこい。あ、おじいちゃん。なんで一人だけなんだ。ラフマン、あんたは言ったことを必ず守るやつだと思ってたが、これはどういうことだ。一人と一人の交換だ。公平だろ。というより、送信の民のオーダーに応えてやる時点ですでに最大限の譲歩だ。不満か。動くな。
何ビビってる、震えてっぞ。違う、これ地震だ。おじいちゃん、なんてついてない日なんだ。ふん、面倒だ。今砂丘が崩れた。俺には結界が見えていた。俺たちを守っていたのはあのグラマバラだ。緑色の草元素力。お前たちが言うように、クラクサナリデビがあの学者の体内に残した力なのかもしれない。元創心か。おじいちゃん、おじいちゃん、周りを見てみろ。ここにはもともと神殿があったのか。竜砂が崩れたおかげで地下構造があらわになったんだろう。扉の符号は全てスカーレットキング文明のものだ。ここは遠い昔に沈んだ。スカーレットキング様の奇跡。おい、なんでこいつまでいるんだよ。一緒に落ちてきたんだろう。しぶといやつだ。あいつは無事なようだが、こいつらはもうダメみたいだな。せいぜい頭に気をつけろ。今は争ってる場合じゃない。崇高なる王が我らを聖殿へ導いてくれたのだ。まさか入ろうとなんかしてないよな。奇遇だな。俺も入ってみたいと思っていたところだ。おい、面白いとは思わないか。クラクサナリデビの力が災害から俺たちを守った上、スカーレットキング文明の建物が二大神が力を見せつけ合うのも見届けないのはもったいない。お前、神には興味ないんじゃなかったのかよ。確かに興味はないが、俺にとって神とはより高い形態の別の生命体に過ぎない。動物と言ってもいいだろう。しかし、新鮮な物事は探求するに値する。それが神と関係あろうがなかろうが。ラフマン、あんたの手下はどうする。ここで寝かせておこう。スカーレットキング様が民に加護を与えてくださるだろう。ここ一帯に生命の息吹が充満している。不思議だ。廃棄されたようにしか見えなかったのに、内部にこれほどの力が溢れているなんて。そうだな、植物もたくさんあって綺麗だ。ラフマン殿。俺のことか。他にラフマンという者がここにいるのか。継承など皮肉にしか聞こえんが。どう理解しようが勝手だが、今はあることについて考えてほしい。俺は神の目を持ってない。何とでも言うがいいさ。何も起こることはないだろう。ただの学術的な思考の旅にす。でも確かに変だな。もし本当にそうだとしたら、原因はきっとここを全部回らないとわからないだろう。待て、あれはなんだ。花がいっぱいだ。お、真ん中に何かあるぞ。これはスカーレットキング様の記号だ。異物があるな。うん、古代文字で書かれた長字だ。何が書かれてるんだ。ここに眠るは我らが忠誠なる祭司カサーレ。その英知はまさに奇跡。賛美と桜花に値する。古代スカーレットキング文字が読めるのか。大したことじゃない。
全ての若者は卒業前に少なくとも20種類の言語を学んでいるはずだろう。こいつ冗談を言ってるんだよな。やはり何かがおかしい。原子力が濃すぎる。生命を感じる。何かを伝えているのか。これか。分析中。この骸骨には隠された情報が残っているようだ。ちょうど墓にスカーレットキング文明の装置があった。この情報をあの装置に送って投影しよう。知識の共有はお前たちの原則に背くんじゃなかったか。確かにそうだ。しかし君がここにいる以上、これらの情報は直接君に受け取ってほしい。見ればわかるさ。知識の中に文明は生まれたが、同様に知識は文明を滅ぼせる。災難は知らずのうちに降臨した。それはこの世界に属さぬ知識。スカーレットキングがこの世にもたらした禁忌の知識は疫病のように広がった。狂気なる上ごとが心を満たし、開国色の鱗が背中を覆った。命を奪われたかのような大地に残るは絶望的な静寂のみ。森のマハールッカ・デバータの助けがなければ取り返しがつかなかっただろう。彼女は祭司を召集し、いくつもの神殿を建て、生命の神力を注いだ。災禍は奇跡的に食い止められ、文明の小さな火はアール村に残ったが、奇跡も長くは続かない。禁忌の知識が存在する限り、それは永遠に世界の病巣となるだろう。そして最後、砂漠の孤高なる我らの王は自己犠牲を選んだ。私は数ある神殿の一つを守ることに余生を費やしたが、その責務もついに終わりだ。両目を閉じれば、スカーレットキングに協力したあの高潔なる神のお姿が浮かぶ。あの時禁忌の知識を根絶するため力を使った彼女は幼子のような姿となった。不思議なことに、彼女を思うと死が怖くなくなる。感じるのだ、生命の息吹が私と共に眠ってくれると。砂漠の民たちよ、恨みを抱く必要などない。この恩だけは永遠に忘れてはならない。さっきのはなんだ。この骸骨の記憶だ。そんなバカな。マハールッカ・デバータ、先代宗神はスカーレットキングと敵対関係ではなかったのか。そんなバカなことがあるか。宗神の民はみんな、あれが先代宗神なのか。最後すごく小さくなってたぞ。たとえアーカー城を信じられなくとも、スカーレットキングの技術なら信じられるはずだろう。これがスカーレットキング祭司の遺言だよ。俺はこんな話聞いたことがない。かつてスカーレットキング様の民のうち全ての生存者がアール村に集まった。スカーレットキング様が死に、俺たちの文明が滅亡へ向かっているのは全部マハールッカ・デバータが降臨したせいだ。俺たちにとって
マハールッカ・デバータは災難時に追い打ちをかけた元凶とも言える存在。いくらなんでも視野が狭すぎる。もしも直に見ていなかったら、もしもこの目で、耳で、心で、こんなクレイジーなことなど決して信じなかった。ラフマン、もういい。もうそれ以上言わなくていい。なあディシア、俺と俺の旅団は一体何のために戦ってきたんだ。おい、大丈夫か？ありがとう。大丈夫だ。そろそろ行こう。ずっとここにいるわけにもいかない。戻ったらどうする気だ？お前の言いたいことはわかる。だが、少しタイムだ。簡単にはいかないだろうな。ああ。だがやらねばならん。私たちはいつ行けばいい？明日だ。その時までに、みんながお前たちを盟友だと信じるよう説得する。お前たちの今日。いや、グラマパラはしっかりと送り返そう。敵が賢者だと分かったようだな。ああ。神は人を見捨ててなどいなかった。業を作ったのは人自身だったのさ。もう全部分かったみたいだな。ラフマンは愚かな奴じゃない。砂漠の中で自らの勢力を立ち上げられるほどだからな。惜しいことにスカーレットキングへの信仰心に影響されちまっただけさ。少なくとも結果的にはそう言えるな。オイラたちも行こうぜ。おい、セナ、行くぞ。そう叫ばずとも行く。ラフマン、来たぜ。すべて準備 OK だ。何はともあれ、手伝ってくれてありがとな。気にするな。今やお前たちと俺の利害は一致している。犯人の居場所は？今そこへ連れて行こう。こいつらがグラマパラをさらった犯人か。初期官！いくら叫んでも誰も助けに来たりはしない。お前たちのせいでオイラたち砂漠で走り回る羽目になったんだぞ。その通りだ。ダイマーマトラ、嫌だ、殺してくれ。こいつらお化けを見たみたいな表情でセノを見てるぞ。俺に見つかることなどとっくに覚悟していただろう。違う、俺たちは命令に従っただけなんだ。嫌だ、セノにだけは。獣に狩られた獣みたいに残忍に殺す。獣以下かもな。どうか口を割らないなら構わない。それで上がこんなことをやらせた目的は何だったんだ？それは缶詰知識の抽出だ。とぼけないでくれ。何が聞きたいのか分かっているはずだ。神の缶詰知識を抽出して。どう言えばいいか。おい、その態度を改めないと本当にやっちゃうぞ。自分たちの首を絞めたいのか？ああ。あ、それ比喩とかじゃなくて本気なのか？どうしてそのことを。もう隠しても無駄だ。ああ、その通りだ。氷霊院では世界をも変える偉大なる計画を実施している。自らとスメールに属する新たな神を作る気なんだ。表向きは栄えているように見えるが、マハールッカ・デバータが亡くなってから、それに加え近年は世界中の誇張問題が深刻化している。賢者たちもほとんど全部の方法を試したが。続けろ。その時あるファデュイのメンバーが現れた。
教練員の者たちは彼を博士と呼んでいた。博士は神の心を一つ持ってきて、教練院内の研究環境を借りたいと言った。博士は昔スメール教練院から追放されていたから、賢者たちははじめ見向きもしなかった。奴は神を作る気はないかと聞いた。これが学術の果てにある愚昧さと傲慢さだ。教練員はまず精巧な人形をもとに長い時間をかけて神の躯体を作った。そして家臣探査の輪廻を利用して無教を収穫し、博士の助けのもと最大出力形態のアーカーシャは神の心に含まれる力の抽出に成功し、その後新たな神に神の知恵を授けるべきだという定義があった。つながったな。しかしどうやってそれらが本当に神の知識であると確認するつもりだったんだ。それは推測に頼るほかなかった。教練員は何年もかけて研究したが、誰もこの不可思議な現象を解き明かせてないんだ。地上において誰もわからないのであれば、それは神にしか解けない知識。もうわかっているかもしれないが、教練員は神が誰であるかは気にしない。全知全能の四文字は奴らにとって血をも燃やすような呪いと言えるだろう。一部の生物は双光性という生命現象を持ち、生涯光を求めるという、これもある種の双光性と言えるだろう。なら暗草なりデビはお前らにとってどんな存在なんだ。彼女は正真正銘存在している神だろう。すでに新たな神がいるというのに、なぜ別の神を創造する。教練員は一度も彼女を神として扱ったことはない。当時教練員は暗草なりデビという新たな知恵の神を探し出した。賢者たちは皆彼女がマハールッカ・デバータのような知恵を有することを期待したんだが、当時の彼女の知能はそこらの子供とほとんど変わらなかった。そのせいで賢者たちはより一層マハールッカ・デバータが死したことを実感したのさ。それに暗草なりデビの神の心はアーカーシャを動かすために使われている。今の彼女には神の力もなければ並外れた知恵もない。やがて人々は彼女を忘れるようになった。それが賢者たちの選択。よし、ちょっと落ち着こうぜ。みんな気分もあんまり良くなさそうだし、場所を変えて話さないか。ラフマン、これからグラマパラとアール村に戻るから。ああ、戻ってきたグラマパラたちは全員家に送り届け、世話係をつけています。うぅ、雰囲気が重いな。おい、ぼーっとしてないで何か話せよ。その、何も話すことはないのか。なら水でも飲んで。ちょっと、それかもう少しお菓子を持ってきましょうか。じゃあオイラもキャンディスと一緒に行くぜ。旅人、お前はどうしたい。おいおい、なんだか仕事の会話みたいだな。やはりまだ何か隠していたか。自分が経験したこととはいえ、お前の口から言われるとやっぱり不思議に思うぜ。あまりの劇的な展開に息が詰まるところだったぜ。相対すべき問題は思っていたよりもはるかに多い。だが確かにいい機会だ。ラフマンたちも加入したことだし、助っ人は多いほどいいからな。そろそろ計画を決めよう。ああ、今ある全ての状況は規則をはるかに超えている。皆さん、もう答えは出たのですか。賢者を倒し神を救う、それが俺たちの最終目標だ。他にも利用できる資源がないか詳しく考える必要があるな。
次の会議でみんな答えを持ち寄ろうぜ。おう、きっと大丈夫だ。